ウエストボーンズはこのパンツが一番個人的には気になりましたね。サイドに張りのないこの巻きパンってね、昔のその海軍のディティールで、横はこうそのまま取って丸みのあるシルエットにしています。個人的にはまあそのシルエットのね、そのワイドなあのシルエットもまあ秀逸でいいんですけど、それ以上に僕がいいなと思ったのは、ここのウエストのゴムの部分、こうつまみながらというんですかね、このこう縫うことによって、結局はこの伸ばした状態がこの正しいサイズで、これがゴムの力でこう縮む、ベルトレスでもまあイージーパンツ感覚で履いていただけるっていうのが日常でも使いやすいかなと思います。まあ、シャツとかインした時もこうウエストマークがなくスプリットして見えるっていうポイントです。まあ、補足点としては、ここのゴムの色がブリーチの時に変色しちゃってるみたいなので、実際の製品は生成りのお色になりますので、覚えていただくといいかなと思います。